連動企画、みんなで作るラインマーカーキングリップ。で、昨日の動画でこんなこと言ってたけど、実際の応募状況とかはどんな感じなんだ？いや、それなんだけどね、本音を言うとこの企画は没にせざるを得ない状況になってしまったわ。やはり応募なんて一件もなかったのか。まあでもまだ1日しか経ってないから諦めるにはちょっと早い気もするけど。いや、そうじゃなくて、えぐい数の応募が届きました。たった1日でこんなに。皆さんやっハロー、霊夢よ、おいっす、マリサだぜ。さて、今回は特別編として皆さんから募集したラインマーカーキルの数が、想定のはるか上を行く数投稿されておりましたので、今日はそのいただいた動画をみんなで見ていこうという回になります。おい、もう早速1キル決まってんじゃねえか。左上にはツイートのスクショ、右上にはいただいたタイトルをつけております。そんな記念すべきオープニングアクトはペクさんからの投稿、3連投稿制でなくとも2発当たったのを無視すると刺さる、それがよくわかるシーンですね。あの鉛筆もまさか3発目当ててくるとは思わなかったんだろうな。一切甘えは許さない、さすがはラインマーカー。続きましてはさんからいただきました。場所はラインマーカーの聖地こと草屋温泉ですね。聖地ってよく聞くけど誰が言い始めたんだ？私ですね。お前どんだけ悪影響を及ぼしてんの？いや、だって絶対ラインマーカーのためとしか思えない構成してるんだもん。おお、これはお見事。草屋温泉の上り坂は突起に向かって投げる、ラインマーカニストの間では常識となってほしいですね。さらには2連投でラインマーカーキルのおかわりもいただきました。マジで当然の権利みたいな当て方するな。続きましてグバルディさんからいただきました。うん、なんかメモリーなのにカクカクしてね。視点移動がなんかおかしいような。ジャイロが無理でオフだそうです。ジャイロオフでラインマーカーキルできんの？世の中には本当にいろんな人がいるもんだなぁと感心しました。正面に投げたい時はやや下を向いて投げて床を這わせる、基本に忠実。にしてもジャイロオフがすごすぎるキルでした。続きまして赤戸さん、人生で初めての3連投構成で潜ってみているようです。やっぱり3連投にしてる人もいるのか。さあ、中央高台に目をつけた。お前が出てくんのかよ。人の3連投も見てて気持ちいいものね。そしてそれだけではなくて、同じ試合から今度はブロック上の敵、あっはー、耳が幸せ。このガロンの人は全力で逃げるようになるだろうな。続きましてメガネガイエンさん、初体験だそうです。国の悪い言い方すんな。左に誰か来た。おお、削ってからの狭い場所での反射キル、狭い空間ではまあ強いラインマーカーの強みが生きてます。続きましてミルキーレモンさん、ツイッターのアイコンが可愛い。プレイに注目しろよ。ローラーが突っ込んできてまずそう。一人倒したがもう一人が持ってきてんな。おっと、ここでラインマーカーが刺さった。バリアの展開は遅いですからね。その隙を突いた見事なキルでした。続きまして団子さん、開幕早々中央で敵を見つけて、惜しい、打ち漏らしちゃったな。インク回復してすかさずラインマーカー。ラインマーカーに対してまっすぐ逃げるのは危険。打ち漏らしもしっかりカバー、ナイス判断でした。続きましてたまにあるかもしれないソレさん、敵のクワッドがサメ吐いて暴れてきてるみたいだな。それを見てカバーに入ろうという状況かな。ソナーで敵の位置は完全に把握、気を取られてるところをラインマーカー一戦。うんうん、やはりカバーで投げるラインマーカーはかなり強い。あ、続きましてラミさん、思い切ってジャンプしてみたところ、着地狩りされると思ったけど、そこから切り返し後ろの突起に当たって見事な反射で敵を瞬殺。やはりこの即死コンは強い。続きまして田中になりたいさん、お友達とのお遊び比べだそうです。相手も相手で化けでこいるじゃねえか。これはラインマーカニスト同士の熱い戦いですね。ふざけてるだけじゃないの？味方が二人来たので一気に詰めていこうっていう感じかな。まずはシンプルにバケツで1キル、上取られてるからかなりしんどそうだけど。うん、確かにこれは辛そうだけど。なんだったんだ今の。そもそもキャラコン自体めっちゃすごかった気がする。いや、これはシンプルにすげえわ。こんなうまいのになぜ化けデコを持ってしまったんだ。それはいいだろ別に。しれっともう一人も化けデコ即死コンで仕留めるというとんでもない動画でした。こりゃ飛び跳ねるほど嬉しいわけだわ。続きましてトナペディアさん、敵が上にいてどうしようかなっていう状況っぽいな。ラインマーカーは直射にならないからマジで上に対して無力なのよね。バケツでダメージこそ入ってるけど倒しきれないなーっていう感じ。でも降りてきたらそれはもうラインマーカーの独壇場。メインの届かない場所でもラインマーカーは一瞬で狙撃。続きましてカクテルさん、ラインマーカーニスト撲滅ステージですね。だからそのステージ評価なんなんだよ。ああ、惜しい。気づかれて逃げられた。普通に回食らったら逃げそうなもんだけどな。だけどインク回復して。サイド3連投をお見舞いして撃破。同じ試合からまだあります。中央高台で待機してる。どうやら狙撃対象を探してる様子。来た。難易度高い真下に一発、そして降りながらもう二発。いやー、これまたすごいキルですね。精度がマジで高くてびっくりだわ。メインを撃てよっていう話は今だけはキンクです。続きましては T さん、ナンプラーでの一戦ですね。歩行も垂れて攻められてるっていう状況か。右下に発見して一発、かなり視界が悪いですがもう一発、そしてとどめの、いや、これもまたビューティフルラインマーカーキルですね。射程を生かしたキルはやはり見ていて気持ちがいいです。そしてラインマーカーキル本体ではないですが、同じ試合に収録されていたシーンも合わせて抜粋されていました。この時点でむっちゃ当ててんな。そして次のアプデで強烈に弱体化されることが決まった神で、ホコモロとも一斉に撃破していくというシーンでした。神の弱体化とラインマーカーの強化についてはまた後日。続きましてプリさん、ホコを取られて防衛の状況だな。個人的にホコ持ちにラインマーカーを当てるってのはかなり強いと思ってて、こんな感じに足場を奪えるからホコ持ちがゴリ押しできなくなって、上がってきたらラインマーカーで倒せばいいっていう。
ここではかなり刺さるって思ってるわ。今更だけど全員精度やばすぎだろ。寸分の狂いなく当ててるの異常事態だぞ。これこそ努力の結晶。練習したものだけがたどり着けるこれこそまさに境地。続きましては影さん。足場の状況めちゃくちゃ悪そうだけど。そんなのはラインマーカーキルが取れれば帳消しになるのよ。ラインマーカープライムラインマーカーで撃破。ちなみにタイトルはなかったので私が適当につけておきました。思想強すぎるだろこの意見。続きましてゲームスキさん。矢倉がめちゃくちゃ押し込まれてて紙で応戦してる状況だな。さてここからどうやってラインマーカーキルするのでしょうか。うわ矢倉の追い返し方が気になんだよ。サメが来てるがこれは落ち着いて対処。これはナイスドラッグショット。でもまだ矢倉は取り返せないな。リッターがめちゃくちゃガン見してきてるけど。降りたハイドラは見逃さない。判断の速さが光るクリップ。ナイスプレイ。続きまして銀次さん。マヒマヒエリアでの一幕。今誰か飛んできたな。それにすかさずラインマーカー。その後合わせて2発目で撃破。やはりラインマーカーは2連投でも十分強い。続きましてスーテウさん。同じくマヒマヒのエリアの一幕。すげえ位置で相手を迎撃してんな。そういえばこんな場所なんてあったわね。人数削ってさらに前に。あーっと、これは、3連投したのに倒せてません。意地の4連投目で撃破です。ちなみにラインマーカーはサブ影響をサブギア一つつけるだけで、3連投は耐えられるので注意しましょう。どこ向けの注意喚起？続きましてコンペキさん。意外とラインマーカーが当たることに驚いた様子。着地狩りに使う感じか？いや別の人に当ててとどめ。下向きのラインマーカーは真下でなければ結構当たりますね。続きまして帰宅のエースさん。いやこれ私たちと遊んでた時のやつじゃねえか。私が前線で暴れ散らかして相手がクソかわいそうになったやつ。メンバーズンダミンは全然ラインマーカー使ってくれないので、珍しいところからエントリーです。いやカロデコやめてプライム持ちましょう。持ち武器を捨てさせんな。続きまして手書きくんさん。厳密にはラインマーカーキルではないですが凄すぎたので採用です。まずこれは？チート？潜伏してる相手を探知して直当てはヤバすぎます。あとこの触腕、左に歓声乗せて軸ずらしながらハイドラを避けてそのまま撃破。わけでこの師匠とも呼べるプレイで完全に脱帽です。続きましてユッキーさん。ここがめっちゃ詰めてきてるが、意地のラインマーカー狙撃、命を張った矛所との相打ちでした。続きまして東方好きなやつさん。こちらもタイトルは私が適当につけさせてもらいました。いやメインが普通に上手いんだからラインマーカーキルなんていいのでは。キルを取るかどうかじゃないのよ。大切なのはラインマーカーで仕留められたかどうかってところよ。丁寧にトルネードを全て待ってから打ち漏らしを撃破。続きましては宮子さん。再びメンバーズンダミンからの投稿です。もうラインマーカーキル以外を全部捨てた立ち回りをしたそうです。味方にめっちゃ謝ってる。一発当ててからの執念がものすごく伝わってきまして、これ生配信でみんなのメモリを見てたんですが、その配信中に何とかして取りたかったと言っていたのが伝わってきます。っていうかプレイ見て思ったけど本当にシューター苦手なの？ラインマーカー以前に普通に上手いの草なんだけど、持ち武器じゃないのにわざわざありがとうございました。続きまして酒飛ばシュレッダーさん。こちらはまたもやラインマーカーの聖地草や温泉での一幕ですね。矢倉でカウントは負けてる状態。残り時間もわずかっていう状況だな。矢倉上から刺した。さらにはもう一発、二発刺して長射程の弓を撃破。そしてそのまま神タンク。カウント的には関門にまでは到達する必要がありそう。しかし下に潜り込まれてるな。でもギリギリで味方が対処。降りてしまったけどそのまま矢倉をサイドから守りに行く。さっき倒した弓が戻って来てるので一心に兵頭稼いで矢倉を進行。むしろ打ち倒した。味方がジャンプで矢倉に乗っている。一緒に乗ってカウントリード。そのまま時間切れで逆転勝利。ラインマーカーが生んだ奇跡の大逆転勝利です。さてこれで今回の動画では最後、そして最後はやはりこの人に飾ってもらいましょう。高明ウハウはゲームズの高明さん。ちなみに宮子さん同様配信中に記録を残そうとしたものの、遊びに来ていた親戚の子にプロコンを持っていかれてしまったため、仕方なくジョイコンでの参戦だそうです。いやそこまでして投稿したかったのかよ。っていうかバカ当ててんじゃねえか。やはりこの人は何かが違うわ。っていうか足場が最悪すぎるんだけど、こんな状況でラインマーカー切るとかどうやっても無理だろ。持ち前のキャラコンで足場の悪さも解決させてますね。本当にジョイコンでやってんの？動き変態すぎない？最後イカロールラインマーカーでとどめですね。ラインマーカーって強いのかもしれない。マリサが壊れた。はい、というわけでいかがだったでしょうか。背景に試合決着早すぎて動画に入れるには持て余してた。ガチホコの試合を背景に後語りをさせていただきます。昨日告知しただけなのにもかかわらず、丸々一本動画にできてしまうとは夢にも思ってなかったので、正直驚きを隠せない状態です。どのプレイも常軌を逸してて私頭おかしくなりそうなんだけど、今回紹介させていただいた動画たちはサブチャンネルで配信をしてまして、アーカイブの方はそちらに残っておりますので、ウプ主のリアルなリアクションの方はそちらでお楽しみください。またこうしている間にもたくさんの投稿をしていただいておりまして、大変嬉しい限りです。ただ応募方法を間違えてる方が結構いますので改めて、シャープラインマーカニストでメモリの ID と時間は必須でお願いするぜ。スイッチの録画機能での動画などは画質の関係上動画にできないので、しっかりとバトルメモリをお願いします。繰り返しになるがそこはよろしくお願いしますだぜ。今後ともまた応募が溜まったら、またこのように動画にしていこうと思いますのでよろしくお願いします。それじゃあ神がかりワイプアウトでそのままここを運んで、ノックアウトで終了。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録・高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。